さかあなたまで。またしても不意打ちを食らった。カムカムエブリバディ。ルイが母のヤスコと幼い頃通っていたジャズ喫茶ディッパーマウスブルースのマスター柳沢定一がもうこの世にはいないなんて。ジョーの育ての親でもある定一役を哀愁たっぷりに演じた世良正則さんのことが気になって調べてみることにしました。1955年12月14日生まれの現在66歳、広島県福山市の出身で、両親と兄の4人家族でした。父は地方公務員、母は保育士で、学歴は大阪芸術大学芸術学部放送科を卒業。母の勧めで3歳からバイオリンを習い始め、中学時代にローリングストーンズに衝撃を受け、海外ロックの虜となります。高校生の時にFBI というバンドに入るのですが、バンドにはベースがいなくて、たまたま世良さんがバイオリンをやってたので、同じ4弦だから弾けるだろと言われてベースになったんだとか。その頃はまだフォークの時代で、ロックは少数派。それでも自分たちの音楽を極めたいという理由で、メンバー全員が大阪の学校に進学してバンドを継続した世良さん。しかし、いつまで経ってもバンドはコンテストで優勝することができなかったそうです。すると、あるコンテストの審査員から、ボーカルが良くない、そう言われて、それじゃあ誰がやるか決めようということになって、世良さんが一番声が出たので、翌日からボーカルをするようになったんだとか。そこから自分で曲を書くようになって、19歳の時にできた曲があんたのバラードでした。とんでもなく若い時に作られた曲なんですね。しかし、大学4年の時には、バンド名をツイストと改名したものの、メンバーの大半が就職が決まっていたため、バンドは解散がすでに決まっていて、最後のけじめをつける意味で応募したのが、当時、スターの登竜門のヤマハのポップコンでした。1977年名曲「あんたのバラード」でなんとグランプリを獲得。続いて世界歌謡祭でもグランプリを取ると、一躍業界の注目が集まります。それまでポップコンのグランプリといえばフォークやニューミュージック系が多く、初めてルックがグランプリを取ったことは音楽業界では事件とさえ言える出来事だったのです。しかし、その後、世良さんと1名の他は、バンドを後にして就職してしまいます。そこで、急遽、大学のバンド仲間で、プロ志向の仲間たちを寄せ集め、世良正則&ツイストと名前を変更して、夜のヒットスタジオに出演。初めて、世にその存在を知らしめています。出演する前は、歌からの世良さんのイメージは、ひげ面の大柄で、一升瓶抱えて飲んでる男というイメージだったテレビやラジオのスタッフは、ジーンズに T シャツの華奢な男の子がやってきて、みんな口を揃えて、君が世良くん?と聞いてきたのが印象的だったとか。そうなるのも無理もないことで、世良さんのド派手なアクションとシャウトの効いたワイルドなボーカルに、当時度肝を抜かれたのを思い出します。デビューシングル、あんたのバラード、宿なし、引き金、佐賀、燃えるいい女と、立て続けに大ヒットを飛ばし、デビューアルバム、世良正則&ツイストは、ロックバンドとして、オリコンで、初の1位を記録。わずか1年ほどで、頂点にたどり着いた世良さん。また、世良正則&ツイストと、チャー、原田真二は、ロック御三家と呼ばれ、一世風靡しています。それまでの日本のロックのイメージと違い、ザ・ベスト10などのテレビや、アイドル雑誌での露出が多かったことも、たくさんの女性ファンを獲得した要因でしょう。そんな人気絶頂の中、バンドは3年半で解散。ここまでが第一章だとすると、1981年からは第二章となります。世良さんは、ソロで歌手活動を開始すると同時に、
俳優としても注目を集めていきます。伝説のドラマ太陽にほえろでボニー刑事役を務めたほか、 NHK 朝ドラちょっちゃんや映画ダブルの悲劇、極道の妻たち、肝臓先生に出演し、日本アカデミー賞の助演男優賞を2回受賞しています。しかし2011年ドラママルモの掟まで俳優業を休止して音楽活動に打ち込みます。その後ツイストの再結成を数回しながら、自らはアコースティックにこだわって多数のライブ活動をしています。2006年には野村義雄さんと一緒に音や吉右衛門というアコギユニットを結成して、ヤッターマンの主題歌を発売すると、オリコン週間チャート初登場で38位を記録。日本のロック界のカリスマにして現役バリバリのミュージシャンの世良さん、作曲で苦しんだことがないという話があって、例えば名曲の引き金は飛行機の中でわずか5分で全体の流れを作って、タラップを降りる時にはできていたそうです。その歌が10週連続1位を獲得するのですから、ものすごい才能の持ち主ですね。そんな世良さんですから、同じ世代にライバルはいなかったのではと思っていたのですが、一人だけ一目置く人物がいるそうです。その人物とはサザンオールスターズの桑田佳祐さん。桑田佳祐さんは世良さんのことをライバルに匹敵する存在はいないけど、あえて同じ世代で同じ職種の人間というなら世良くんかな。テレビ局で居合わせた時に浮いてる感じが似てたしね。やっぱり世良くんというライバルがいなかったらテレビでロックだみたいな感覚にならなかったと思う。今でもたまに会うと、なんか兄弟と久しぶりに会う時のくすぐったさを感じるのだそうです。逆に世良さんは桑田さんのことをいい意味でライバルでもあり戦友だと言い、ずっとサザンを解散しないでいること、自分は途中で解散してしまったので、桑田さんは自分のできなかった道を唯一歩き続けている同期なので、すごく尊敬している存在なんだとか。くしくも82年に2人は小林克也さんのザ・ナンバーワンバンドに一緒に参加しています。日本ロック界のスーパースターの世良政則さん、プライベートはほとんど知られていません。高校時代から8年間交際したのりこさんという女性と1980年に結婚されている世良さん、当時人気絶頂だったこともあって多くの女性ファンが悔しがりました。しかし新婚にもかかわらず多忙な世良さんは離れ離れのことが多く、奥さんに申し訳なくて、その罪滅ぼしとして出ている間に起こったメンバーやスタッフの面白いことをすべてメモしておいて、帰って奥さんの前に正座してそのメモを読み上げたそうです。骨太なボーカルとは違ってとても優しい面があるんですね。世良夫妻には息子さんと娘がいるらしいです。お二人とも一般人なのかもしれません。世良さんの現在はというと、アコースティックライブなどの音楽活動や俳優活動以外にも、コロナ禍でのアーティスト活動の危機的な状況を改善するためにコメンテーターとして、また SNS などで社会的で政治的な発言を強めています。まさにその生き様を象徴するようなロック魂を発揮している世良さん。朝の連ドラ「カムカムエヴリバディ」でルイやジョー、ルイの両親の人生に大きな影響を与えたジャズ喫茶のマスターの柳沢定一という重要な役に抜擢されたのは、進駐軍のステージでのサニーサイドを歌うあの神回のためだけだったのでしょうか。いいえ、それだけでなく、時代の流れに翻弄されることなく心からロックを愛し続けてきた世良さんの半生が、定一のジャズへの思いと共通するものがあったからではないでしょうか。世良さんがツイッターで、丈一郎、立派に大きくなったのを、ルイちゃんと幸せになれよ、ずっと見守っとるで、柳沢定一、この粋なメッセージにネットは
なんなんこれ、泣ける。こんなん、泣くって。この文章だけで泣いてます。いかがでしたか？あなたはどう思いましたか？世良公則さん。初めてあんたのバラードの第一声を聞いた時の衝撃は、今でも忘れることはありません。これからのご活躍を心から願っています。それではまた次回お会いしましょう。